さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あってよかった、いつもの場所に。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。1月4日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は166m74です。先月の30日と比べると69センチの低下となりました。一旦小休止状態でしたが、また下がり始めたようです。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の夜9時の時点で上流の観測所での流入は毎秒5080立方メートルで、三峡ダムは毎秒6000立方メートル。このためダムの直近と南側の川で増水した分の合計は毎秒920立方メートルと推測されます。依然としてダムへの流入量は低い水準のままです。一方、今朝8時の放流量は毎秒6000立方メートル。単純計算になりますが、19% 程度の発電状況で、6基前後の発電用水車が回っているのではないかと思います。ここのところ、ずっと放流を絞っているようです。中国湖南省水門局発表のデータを見てみます。こちらは、過去1ヶ月の三峡ダムの流入と放流、水位のグラフ。ご覧の通り、先月26日あたりにダム操作に大きな変化がありました。ちょうど1ヶ月前のように放流を絞る操作に変えたようですね。直近ではダムへの流入が増えているものの、それほど大きな影響はなく、水位の方は再び下がり始めている模様です。西庵チャンネル。ウィンディーで直近12時間の実績を見てみます。今朝7時までの状況です。北から南までほとんど雨雲らしきものは見られません。年間で見てみると12月と1月は最も降水量が少ない時期なので、まとまった雨は期待できないでしょう。次に向こう1週間の予想を見てみましょう。週末から週明けにかけてダム周辺で雨雲が広がりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が16度、最低気温が4度で晴れの予想。意外に気温が高いみたいですね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。イギリスで基幹通信網からファーウェイ全面排除。1月1日発行、ドイツも追随へ。産経新聞が伝えています。記事によると、イギリスで大手通信会社などのネットワーク通信の中枢となる基幹通信網、コアネットワークから中国通信機器大手、ファーウェイの製品とサービスを全面排除するとしたイギリス政府の通達が1月1日から発行するとのこと。中国にとり、ヨーロッパ最大の貿易相手国であるドイツも23年9月、同社に加え、同じく中国通信機器大手の ZTE の製品を26年までに 5G ネットワークから排除する計画を打ち出しました。無線アクセスネットワークについても、両社の製品の使用を合計で最大 25% に制限します。以上、イギリスで基幹通信網からファーウェイ全面排除。1月1日発行、ドイツも追随へ、についてお伝えしました。西庵チャンネルです。今のニュースについて少し、余計なものが入っている、でおなじみのファーウェイ。イギリスやドイツが排除に動いているということはお分かりいただけたと思いますが、記事の内容は専門用語が出てきて、詳細はさっぱりわからんという方が多いのでは。今の携帯電話の仕組みは世界で統一された仕様に従って構成されるため、どこの国も大体同じ仕組みとなっています。こちらは某キャリアの構成をざっくり示したものです。スマホは無線で基地局につながり、基地局からは光ファイバー網で、伝送区間といわれる、主に NTT の局舎にある装置を通って、各キャリアのコアネットワークからインターネットに抜けます。そのそれぞれに通信機器があるわけですが、ファーウェイはスマホだけでなく、他の装置でも世界でかなりのシェアを持っていました。どことは言いませんが、日本でもある時期までファーウェイ製品、てんこ盛りのキャリアがあったようですが、きっと今はしっかり排除していることでしょう。知らんけど。いずれにしても、あのドイツでさえ、舵を切ったようで、良い方向に進んでいるかと思います。日本の気象状況について確認します。
こちらは、今朝7時までのレーダーの実績。本州を中心に、広い範囲で雨雲が見られ、すっきりしない天気。地震のあった、北陸地方でも降水確率が高いようです。琵琶湖の水位はマイナス77センチと、なかなか改善の兆しが見られません。今年の元日、石川県の能登半島で大きな地震があり、甚大な被害となっています。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。まだ、行方不明になっている方もいるようで、一刻も早く発見、救出されることを祈るばかりです。振り返ってみると、1993年に北海道、奥尻島近海で地震と津波が起こったときは、正直、遠い場所での出来事だなぁと思っていたら、まさか2年後に、自分の身に降りかかるとは。その後も、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震などが発生。日本に住む以上、常に地震の危険性とは隣り合わせになります。今の時点で、地震発生を事前に知ることはできませんが、食料備蓄の備えをはじめ、できることはいろいろあります。能登半島地震の災害義援金など、自分ができる範囲で、これから考えたいと思います。三峡ダムを通過する貨物の量を見てみます。2003年、一般船舶への開放が始まって、ちょうど20年。2011年には年間1億トンを超え、ダムができる前の5倍の貨物。その間、右肩上がりに貨物量が増えてきましたが、2019年から21年は、例の感染症によって、さすがに、その伸びがストップしました。2022年はなんとか持ち直したようです。去年より増えたことを強調したいようですが、こうやって長い目で見ると、頭打ちの感は否めないですね。2023年は、経済の回復度合いが鈍化しており、貨物量が劇的に増える要素はなさそうです。微増、といったところでしょうか。次の発表が楽しみですね。さて、先日、三峡ダムの基本情報について、まとめ動画をアップしました。そもそも、三峡ダムって何?など、三峡ダム初心者の方にも、わかりやすい内容となっています。まだの方は、ぜひご覧いただきたく思います。概要欄に、リンクを載せていますので、ぜひ一度ご視聴ください。ここまでご覧いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。なんか、もう一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube のロジック的に、グッドでもバッドでも、アクションがあるのが、良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。